見てもクマじゃん、クマじゃん。コロっぽい、ちょっとあったかかったからこれ着たんだけど、結構あったかいよ。モコモコのやつが下、下もモコモコの同じやつじゃないけど、ズボン入ってる。めっちゃあったかい格好してる。よいしょ。若返った。今日若く見える？いつもより。これ同じ柄のやつもあのあるんだけど、ズボンも。同じ柄のやつはね、ズボンがね、あのショートパンツ短い丈なんだよ、ね、だからちょっと寒いから長いついてる下だけ。あ、これこれは動物森のマミ吉かつぶ吉かよくわかんないけど、どっちか、これどっちかわかんない。動物森だからタヌキ。こっちはね、こっちはタヌキ、このブランケット。こっちはクマだけど。あ、でも昨日さ、なんだっけ、一個ゲームさ途中までダウンロードして止めてるわ、そういえば。充電を再開、充電じゃないわ、ダウンロード、充電じゃ。何言ってんだ、ダウンロード再開させとかなきゃ終わんない。今ゲームはしてない、別に。あのゲームのダウンロード昨日途中で止めたんだよね、終わんなくって、それやってないやと思って、それだけね。やる、どこだっけ、 43% で止まってる。 OK、 うん、ランド待機中になっちゃった。これだっけ、うん、配信の後ゲームしてない、もうそのままパソコン切っちゃった。昨日のピョテド、いやマジでテトリス難しいね、こんなに難しいと思ってなかった。ピョピョはあれなんだこれ、変な広告出てきた。ピョピョはいいんだけど、テトリスがめっちゃ難しい。トレーディングカードから何のこれ、多い、ウィッチ。トレーディングカード。シェドウ。いないじゃん。いない。え、テトリスめっちゃ難しい。コツ。
あるんだろうけど、わかんない。テトリス、昨日ね、テトリスしたことあったかな、前。あったとしてもなんかほんのちょっとだけ、なんかちゃんとやったことなくて、確かあるような気もするんだけど、そんなにないみたいな。うん、それでめっちゃ難しかった。だって勝ち抜きやってたのね、テトリスで。勝ち抜きやってたのに永遠に一人目に倒されてて勝ち抜きやってんのにさ、なんか一試合だけのゲームやってるかみたいな感覚だった。え、マジで難しい。だから強い相手が。いや、あのなんだっけ、コンピューター相手、あの誰かと対戦してるわけじゃない、コンピューターと。めっちゃ難しいんだよねこれ。ぷよぷよはね割とできるんだけど、あのずっとやってたからスイッチで。テトリスめっちゃ難しい。え、てか強いよ、初級モードとかないのこれ。めっちゃコンピューター強くて、普通に強い。中接調節ないはず、これあるのかな、ちょっと見てみようか。トリで、いや、なんか相手の、設定みたいなモードが、マイデータ、オプション、フォート難易度、あ、これアドベンチャー、アドベンチャー、じゃあこれストーリーモードの難しさを自動で調節するみたいな、これ違うね。プレイヤーの設定変えようかな、キャラクターのにしよう。あ、え、これシグ違うな、シェード、あ、じゃあシェズにしよう。いろいろあるキャラクター、なにこれ、エコロ、初めて見るな。パソコン版にしかいないのか。でもシェドウがいい、シェドウいつも使ってる。これもかわいい、悪魔っていうキャラクター。どこ行った、シェドウいっぱいいる、思ったより。ダークアルルもかわいい、黒いシグ、なんかこんなのもあるの、変わったエコシェゾ出てこないどっか行っちゃった。めっちゃキャラクターいるんだけど、思ったより多くて出てこないや。あ、可愛いこのキャラ、ジュリア。え、可愛い、これにしようかな、全然使ったことないけどどうしよう、あ、
え、めっちゃあるんだけど、多すぎて大変。選ぶのがまだ一周してない。あ、やっと戻った。ん、何の音、ちょっと待ってね、なんかミュートにしてみてくる。大丈夫だった。なんか炊飯器が、炊飯器の保温があと1時間で終わりますよみたいな音だった。よいしょ。さっきのなんだこれ、新月のシェード、かっこいいけど。このシェードもさっき見たキャラがかわいかったんだよね。あ、出てた、ジュリア。これにする。いろいろ変えれるわ、見た目。キャラクターフレーム、なんだこれ、フレームも変える、アイコンも。そういうことね。どうしよう、これもいっぱいあるのかな。いっぱいあるな。どれにしよう、ありすぎて。一周した、わかんない。あ、そういうことか。あ、今一周したわ。30個ある。どれにしよう。このぷよぷよが水色がいいな。これにしよう。フレーム10。背景もいっぱいある。背景も青にしようかな。あ、これでいいじゃん。設定する、保存した。マイキャラも変えれるんだ。どれにしよう。これもいっぱいいるのかな、さっきと一緒のキャラが。あ、これは少ないや。これはじゃあシェドにしようかな。シェドにして設定。あとはマイデコ設定、めっちゃあるんだけど。設定が楽しい。背景、パズルアリーナ、テトリスパレス、テトリスパレス、パズルユニバース、サーカス広場、夢のゲームセンター。え、かわいいこれ、背景。夢のゲームセンター、いいな。ゲームセンター、あ、これもかわいい。コックピット、 A、 B もあんの、ないわ。制作空間だ。次、背景黒。あ、色だけのやつもあるのね。ランダム、あー、ランダムはあれだけど。いや、夢のゲームセンターにしよう。かわいい、なんか着せ替え、なんかちょっとパステルっぽい感じ。マイプヨ、グミ、アクア、フィーバー。あ、すごい、クラシックってやつ。ちょっとさ、スライムっぽい見た目が、プヨの。
何しようかな。ぷよぷよにもいろいろ種類があるのね。これにしよう。ゲームギア、夢のゲームセンターってやつにしたから。ゲームギア、マイテトもある。テトリスも、これもなんかゲームっぽいやつがあるのかな。どれだろう、これかな。セガアーケード。 BGM はちょっと分かんないよ、聞こえないから。これでゲームセンターっぽいやつでした。あーもう OK。 これで私さ、違うね、やろうとしてたこともショップもある。ん、忘れた。ピアの種類が選べるな。モロ星人、何これ。他にもある。テッドリーミノの種類、ボールとはボイスチェンジ、プレイヤーアイコン。あ、え、まだキャラいっぱいいるんだ。めっちゃいる。ぷよぷよってめっちゃキャラ多いんだね。知らなかった。めっちゃある。2ページ目もあるし、2ページある。ぷよの種類そんな多いの、知らなかったわ。いやでもね、キャラクターのさ、キャラクターの選べるやつなさそうだな。強さ PC の、あ、なんかさっきオプションってやつだった。これなんかさっきなんか見たっけ。基本の設定、グラフィック、マウス、ゲームパッド設定、パソコン操作、リーグ、色調整、サウンドないね。相手のパソコンじゃない、コンピューターの、あ、なんか戻っちゃった。コンピューターの強さ設定ない。終わったかな。ゲームのダウンロード、ん、まだダウンロード待機中になってる。ないね、強さ選べるやつ。でなんかキャラクターごとにちょっとね強さがあるはず。確か強いキャラもいるんだよ。どれだったかな。いるんだよ。そういるの。どれだったっけ。カーバンクルとか、あとスケトウダラ、ここら辺のキャラが強くて確か。え、ちょっとテトリスやろうかな今日も。練習、今本当にボコボコにされた。全部のキャラクターにテトリス。テトリス上達してない。昨日配信やってからやってない。ぷよテト、え、めっちゃ難しくない？テトリス。よし、うん、変えるやつないもんね、敵の。ない。え、めっちゃ可愛い後ろの。え、めっちゃ可愛い。あ、さっきのさゲームみたいな設定、ゲームっぽいさ背景とテトリスのなんか絵をゲームっぽいやつに描いたんだけど、普通にさ、なんかゲーム始まる前の待機画面みたいなところがそうなるのかと思ってたら、あのこのゲーム中の背景がそうなるみたい。めっちゃ可愛い。ちょっとレトロな感じで可愛い。よかった、これにして。これにしてよかった。あ、どうしよう、強いな。
なんか相手連鎖してるし、めっちゃむずい。どうしようかな。埋まんないんだけど、この子が。ああやばい、変な置き方した。ミスった。やばい、もう負けそうだもん。弱いな、やばい、やばい、終わった。え、早いって早いってまたゾロに抜き、もう一回ボロ負けなんだけど。え、強くない？コンピューター私の積み方が下手なのかな、分かんない。ああそうなっちゃうのか、これむずいな。私の思ってたようにいかなかった。だってちょうどいいのが来ない。こうで、ああこうかで、四角ここでしょ。むずい。一人ぐらい倒したいんだけど、そろそろ一人ぐらい倒したいよ。一列ずつしか消せない、なんで。このさ、なんか4つのやつ苦手だな。一列消してこれで、ね、で、あー相手が下どんどん増えてく、むずい。もうゲートは1個、一列2連早くやったら2連になるのか、なんか時間制限があるのか。あーどうしよう、あどうしよう。ああやばい、言っちゃったやっちゃった。むずいな。どこ、ここ、ここ、あやばい、何連鎖した誰か、なんか出た。強い。やばい、普通に。やばい、待って、終わった。あ、終わった。もう置けないもん。無理。え、なんでゼロ人抜きなの、ずっと。おかしい。もう一回。今日は一人に勝つまで終われない。なんで？難しい。タッチのやつ欲しいな。来ないな。うん、来た。よし。で。休憩、いいよ。で、ここでしょ。だって、あ、ちょうどいい、ぴったりだ。ここ消して、一列で、あ、いた、ぷよぷよだ。でもぷよぷよ、ちょっと見づらいかもな、このゲーム風のやつ。今気づいたけど、ずっとテトリスやってたから気づかなかった。見づらいか。で、むずい。
ちょっと強いかも相手。なんかここで、強っ。これって消えないの？下。消しても消えないんだけど、なんで？ぴよぴよと違うのかな。むずい。ああどうしようどうしよう。やばい、下手くそすぎる。むずい。ああなんでこんなに難しいの？テトリス。私が思ってたより難しい。一列。一列。消せてはいるんだけどさ、強いんだよなコンピューター。いやでもさっきよりスコアしたよ。やばい。連鎖された連鎖された。無理。連鎖されちゃった。むずいな。ここか。あでもいい感じいい感じ。今はああもうミスった。間違えた。あやばい。さっきのミスったのがもうダメだな。負けた。なんで？もう一生ゼロ人抜き。もう一回だね。相手ぷよぷよだし、あれだ、クマ先輩だっけ、強いキャラ。このキャラも強いんだよ。あーどうしよう、こっちでいいか。あこうだね。ここか、置ける場所が。うん、これでハマる。一列消して、二列目。あー隙間ができる。ずっと連鎖されてるんだけど、むずい。難しい難しい。強いってレザーするのやめてほしい。強い無理。消えない、消えないんだねこれさ。テトリス、めっちゃ強っ。一気に置ける場所なくなった。もう一回もう一回。これさ、テトリスって消しても下なくなんないの？むずくない？もう一回ちょっとまだだ、ダメだね、勝ててないから。テトリスが、テトリスもしたくってさ、両方できるやつ買ったのにさ、テトリス弱すぎて。やばい。どうしよう、どこ行こうかな。むずい。あ、これ。逆か。いけるやつか。ずっとさゼロ人抜きなんだけど。弱すぎる。あこれで消せるのか。お邪魔ぷよさん、あれだ、普通に何色の、あ違う違う違う、何色のじゃなくて、上消したら消えるんじゃなくって、普通にテトリス置いたら消えた。テトリス置いたら、テトリスっていうのこの四角いやつ置いたら消えた。知らなかった。こうね、消し方分かった。ずっと消し方分かんなくってさ。どんどん溜まっていってた下に。
が遠かったから大丈夫。いい感じ。でもさ、ぷよぷよしてる時はさ、なんか私が連鎖して相手にめっちゃお邪魔ぷよがいて、向こうのそのコンピューターがなんかやられたみたいな、あのセリフを言うの、めっちゃいっぱい連鎖した時はテトリスは言ってくれない弱すぎて私がまだ言ってくれない言って向こうのって自分のキャラが言ってる、それをおジャンプよいっぱい来るからやばい、もう今も言ってるもんやばいなあ。あ、変なとこいた。やばい。ああ。負けた。なんで？なんで？やっとさ、おジャンプ用のさ消し方が分かったのにさ。勝てないんだけど、ずっと。しかもなんかクマのやつだし。ずっと勝てない。気づいたら負けちゃったし、さっきの。悔しい。で立ってみる、そう言って、でもちょっと上手くなってる気がする、そう気がする気がするだけだけど、やばい、クマ強いんだよね。あ、なんか連鎖した時のセリフ言ってくれた、自分のキャラが。おじゃまぷよ消したら、おじゃまぷよも入るのかな、連鎖に。よくわかんないけど。あ、やばいえ、待って、めっちゃ強いんだけど。え、普通に強す。あ、やっぱ負けた なんでずっとこのゼロ人抜きの画面しか見てないよ私もう一回ずっとゼロなんだけどね、早い、ほんと負けるまでが一瞬、弱すぎて。なんでだろうね。お、強いな。強いな相手。ぷよぷよってこんなに難しいのね。昨日から言ってるけど本当に知らなかったもっと簡単かと思ってた、舐めてたわ。あー逆か、これ。ちょうどいい。下のさ、なんか邪魔なやつ消したいんだけどさ、消せない。なんかぷよぷよはさ、いっぱいちょっと多めにさ、多めにてか高めに積んで連鎖で消していくみたいな感じだけど、テトリス違うからさ、難しい。ちょっと違うじゃん、テトリスは。難しいな。ミスったかな。いっか。よいしょ。
置けないのかこれ。空間作っちゃった。やばい、下手くそ。やばい。強い。強いんだけど敵。下手すぎる。無理。勝てないんだけど。あ、終わった。やばいやばい。うん、積んでるこれ。え、どうしよっかな。めっちゃ積んでる。負けた。ぷよぷよやってる。あ、じゃない、テトリスやってる。逆逆。ぷよテト両方できるやつでテトリスやってます。無理。もう永遠に一人目に負けてる。勝ち抜きなのにこれ。普通にワンプレイをずっとやってるんだけど勝てないから。勝ちたい、そろそろ一人ぐらい。あ、どうしよう。でっか。これね。相手ぷよぷよだ。いや、ぷよテトだからさ、相手違うやつやってたりするんだよね。なんか私はテトリスやってるけど、相手はぷよぷよみたいな。今相手ぷよぷよ。あー、やばい。強い。敵が。なんか縦一個のやつが欲しいな。あ、来た。これで消せる。よし、オッケー。オッケー。あー、むずい。よくわかんない？え、なんか両方できるのこれ、このゲーム。ぴよぴよとテトリスが。で、自分テトリスやってるけど相手ぴよぴよみたいな。ぴよぴよとテトリスで対戦するとかもある。向こうも同じやつやってる時あるけど、なんか選べるんだよね、コンピューターが選んでやる。お、オッケー。危ない。よいしょ、充電がない。今ちょっと中断してる。難しい。え、ブロック回転できるのはわかるよ、さすがにね。そこまで初心者じゃない。わかるよ。え、難しいんだよ。で、ちゃんとあの、なんていうの、ボタンスティックじゃなくってさ、あ、やばい、間違えた。あ、なんかずっと間違えてるわ。あ、やばいやばいやばい。ねえ、喋りながらやってたら分かんなくなった。間違えた。なんだっけ、スティックじゃなくって十字キーでやってる。ちゃんと、うん、負けた。しゃべりながらやってたら全部間違えた。置く場所一個間違えた、やばいと思って全部間違えた。
違うよ、やりたかったことが違うのよね1個間違えて焦ってさ、全部間違えたいや、靴でいいか、むずい。あ、入んないか、入んないのか、ここ学校で木、え、むずいね、テトリスって本当にしょうがない、しょうがないよね、だよね、喋りながら、ちょっと難しい。だって頭さ、どこにテトリス置くかさ考えながらさ、言ってることは別のことだから難しい、脳トレしてるみたいわけわかんなくなった、さっき自分の言ってることとさ、あのやってることが違いすぎてやばい、縦のやつが来ないと私消せない。あ、よかった、消せた。地列か、うん、あー、やばい、あー、ここ置けないのかやばい、下手くそ。え、めっちゃむずいなやばい、ちょっとミスったかも負けた、最後自滅みたいな感じで負けちゃった。テトリス出てくる順番決まってんの？え、そうなの？いや、え、決まってないんじゃないのよ、同じやつ連続で出てくるよ、決まってる？え、わ、充電が追いついてないや、いて、やつが、よいしょ、OK、充電が追いついてなくて表示出た今、あと 20% っていう難しいな、決まってないね、そうだよね、同じやつ2回連続で来る、来たりする、うるさいよ本当に、うるさい、あー違う、危ない、置こうと思ったところと違うところに置いちゃうとこだった、危なかった。あ、置けるか、よかった、うん、3連、3連じゃないか、3列一気に消せた。いや、なのにあんまり相手にお邪魔ぷよ行かないんだけど、なんで消したじゃんなんで行かないわけ、ちょっと納得できない相手にお邪魔ぷよ行かないなんてなんでだろう、私下にお邪魔ぷよありすぎてやばいな、消したいんだけどさ、そこまでたどり着けない上の方を一生懸命消してる、行かなかった、お邪魔ぷよ相手に、いや、むずい、そのお邪魔ぷよまでたどり着けないんだけどあ、間違えた、
間違えた、やばい。あー、やばいやばい、なんかもう やばい。いやもう終わった。なんでスコア私の方が高いじゃん、3000いってんのに相手2700なのに、なんで勝てないの。このゲーム。とりあえず列ができるにしたいのかな。なんかさ、ぷよぷよはさ、いっぱい後のことを考えて積んでいくじゃん。もうそれが違うから難しい。テトリスもそうなのか、わかんない。テトリス連鎖がないから、相手にもジャンプ言ってる？あ、言ってるわ。言ってたわちゃんと。でもぴょぴょの方が消しやすいよね、おジャンプ。もう消されたもん私のおジャンプよ。私のおジャンプよ、早いな消されるの。いや、テトリス同士で戦いたい。テトリス同士がいい。むずい、強いんだもんぴょぴょの方が。強い。あ、危ない、マジでとかった。これでいっか。強い。強い。やだ、勝てない。こうか。一個ずつしか消せない、一列ずつしか。どういけるんだ、一気にいっぱい消すやつ。無理じゃない。ここか、むずい。相手がずっと溶けたって言ってる、怖い。もうそのセリフが、もうおジャンプよがいつ来るかわかんない。怖い。ずっと溶けたって言ってるんだもん。そろそろ来るでしょ、おじまぷよ。あ、間違えた。あ、やばい。負けた。テトリス勝てないんだけど。そろそろ、もう1時間ぐらいやってる？テトリス1回も勝ててないよ。むずい。昨日からやって、昨日からテトリスぷよテト始めて一回も勝ててない。昨日から始めてまだゼロ。うん、勝ててるぐらいの感じでいたんだけどな、始めた時は。すぐ勝てると思ってたんだけど。一気に一列ずつとか消してもさ、相手にあんまりいかないのかな。なんか、あ、え、あ、そういうことね。
のサイズ見てて分かった。あの端だけ開けるんだ、そういうことか。で一気に消すのか、縦のやつが来た時に、そういうことか。それやろう私も私もそれやろう。よく開けるのね。で今やってたコンピューターがあれか。でももう遅いな、もうあの修正できないんだけどこっからちょっと修正できないや無理だな、ここから戻せない。ああ、はい、ないか、少しだ。はい、6つ。ああ、あ、もう終わった。横の列置けなくなっちゃった。塞がった。え、次だな、次。1列開けてやるパターン覚えるわ、これね。1列開けてこれ、それやる。今1列だっけ、1列か2列、四角とかで。え、めっちゃいい、うまいうまいでめっちゃ綺麗に詰めてるんだけど、ここでこう、いやこれで4列消せた。おお、なんか必殺技みたいな、なった。どんだけいくのかな、少な少な、びっくりした。めっちゃ相手のところに落ちるのかなと思って見てたらさ、ほんのちょっとしか落ちなかった。少な私の方がいっぱいもらってるんだけど少な、びっくりした。そのがいっぱい迷ってるこれ。ちょっともうさっきの一列開けるみたいな、もうガン無視できない、もうできなくなっちゃった。ここでか、縦のやつ。これでこれか、むずい、消さないと止まってきてる。これかいいじゃん。あ、やばい、ミスった。消せないやつだこれ。縦が欲しい、縦のやつが来ない、欲しいのに。え、やばい、あ、負けた。なんで勝てないんだけど。もう一回勝ちたい。あ、こうやって置けるのか。上ボタン押したらもうすぐ置けるんだ、知らなかった。こうだね。
一列開けるやつね。とりあえずこの列で向けしたいな。一列開けられなかった。よいしょ。あ、これ反対側が一列開いてるわ。こっちとか反対側で一列。怖い、敵強すぎて。次早く縦一列来てほしい。あ、来た来た。あ、間違えた。あ、奥橋間違えた。上ボタン押しちゃった。やり直しできない。間違えたじゃん。あ、来た来た。で、一列こっちでいいや。これ消さなきゃ。さっき間違えたの。え、やばい、強すぎる。やばい、やばい、あ、やばい、あ、負けた。早い早い。間違えちゃった、さっき途中。2分で終わったよこれ。早すぎる。うん、ここでいこう。あ、ここ置いたら埋まっちゃうわ。強い。強い強いよ。あ、どこか。あ、どうしようか。こっちにしよう。これでいいよ。むずい。あー、間違えた間違えた間違えた。やばい、これ上ボタン押してたら間違えるわ。やめとこう。もうやんないわこの上ボタン。一気に受けるけど違うところに置いちゃう。いっぱいさっきからずっと間違えてる。もうやめる。むずい。ぷよぷよ。もう負けそうだもん。今始まったばっかなのに。あ、逆逆だこれ。あ、やばい、ちょっと積んでる。あ、負けた。強い相手、強い。リセット何、置いたぷよぷよじゃない、置いたテトリスを置き直すってこと。それはちょっとできないんだよな。それできたら簡単なんだよ。できないんだよそれは。うるせえ本当にこれ。もうあれ、上の十字キー使わない。もう学んだ。やめた方がいいわ。いいよ。あー、ここでか。なんかテトリスいっぱい消してもさ、一気に全然相手にもジャンプ落ちないんだけど。落ちないんだけど。あ、違う。ちで。あ、ちょっと間違えたかな。まあ、いっか。
全然相手にお邪魔いかない。難しいこのゲーム。私の方にはいっぱい来るのに。やばいやばい。強い普通に。4つ消せた。4つ消せてもね、あんまりいかないんだよね相手に。ちょっとしかいかない。あ、どこ行けばいいか。ここでいいか。連鎖なくない。これ1連とかはあるけど、なんか連鎖じゃないんだよね。テトリスだからなんかぷよぷよとちょっと違う。ちょっと相手におジャンプよいった。クリア。むずい。ずっとさ、どっちか左右一列開けて。あ、待って、一人やっと倒せた。え、嬉しい。え、倒せた一人。快挙だ。嬉しい、一人倒れた。嬉しい、やった、やっと念願の一人抜き。やったー、やっとだー。長いやつ、縦の一列のやつ、あと二つ来てほしい。二つ欲しい。あ、やばい、強い、困る、強いよ。消してんのにさ、捜査してくれない。強いんだって。負けた。一人抜き記録。6つ。記録更新。一人抜きで。ダサいな。記録更新って出た。一人抜きでさ。やめよう。いや、一人抜きできたから満足。これレッスンってやつやろうかな。ピュアテトスクール、ピュアテトミックスの遊び方。いや、テトリスクラス、これだ。基本操作とルールを学びます。学んでくる。一応これ違うわ、応用だな。なん、積み方、テクニック操作説明、表の操作説明で下を押すと、手取りミノっていうの、手取りミノを素早く落とせるソフトドロップが置いて、ソフトドロップよりもっと素早く落とせる方、上を押すだよね、これね。これやるとね、間違えるんだよね。これはハードドロップ。上手い人しか言っちゃダメ。RB これ、ここか。押すとホールドすることができる。あ、止めれるのこれ。え、あ、違うわ。ホールドと後に取っていきたい手取りの一つだけ取っておくことができる。あ、そういうことね。
どこ LB ここか。あ、ここ押したら報道してる手取りミノがあるとき、落下中の手取りミノと報道してる手取りミノを1個につき1回入れ替えることができる。あ、そうなんだ。一度の手取り身の操作で最大4ライン消すことができる。まとめて4ライン消すことをテトリスという。知らなかった。ホールドを上手に使ってた。ラインをたくさん消して、ね、次にラインを消すのテクニック。テクニックは全然流れてくれない。ホールド結構使った方が良さそう。全然あのめっちゃテトリス、テトリミノ積んでて全然教えてくれない。早く消すときのテクニックを教えてくれるって。やばいな。うん、これは続けてラインを消すテクニックを連っていう。連2列開けてる。これこの教えてくれるやつすごい。6連7連そしてこのようにフィールドにある全ての手取り目を消すことをパーフェクトクリア。かっこいいな。パーフェクトクリア、一度により多くの面を消してパーフェクトクリアするほど点数がたくさんもらえる。先ほどの2ライン2ライン消しでのパーフェクト、ん、先ほどの2ライン消しでのパーフェクトクリア、これが1ライン消してのパーフェクトクリア。ああ、そういうことね。1列だけ。これが3ライン消し、4ライン消し、これがテトリスでのパーフェクトクリア。うーん、すごい。パーフェクトクリアだとなかなか難しい。これじゃあこれ OK。 応用編終わり。初級テクニックを持つ研究で上級テ、ん、上級テクニックを学びたい。テトリスが上手くなりたい人向け。これだ。 テトリスが上手くなりたい人向け。スカープの方法と対戦時に有利な方法。スピン、ブロックの隙間にキーの形をした手取りミノを回転で滑り込ませること。これはさっきやってた。点の条件でミニ T スピン、 T スピンという手に、ミニ T スピン、 T スピン、うん、Tスピンを使えば手取りミノを置き間違えた場所のリカバリーすることができるばかりか、一度に1ライン消し、2ライン、ま、1ライン消し、3ライン消しをしていると Tスピンシグ、Tスピンダブル、Tスピントリプルという高度なテクニックになる。そしてそのとこから、うん、え、できるんだこれ。ちょっとやり方がわかんない。見たけどできるかわかんない。 T スピン、今学んでるテトリス。T テトリミノと同じように L テトリミノ、 J テトリミノ、 S テトリミノ、 Z
Z テトリミノも回転で滑り込ませると一定の条件で、うん、そう。手取りそのまでが長い。ラインを消すことができる。うん。レインやスピンでパーフェクトクリアを決めると得点ボーナスが入ってる。ライバルにジャンプブロックを送り込むとかだけがどんどん狙っていこう。こっちの方が得点高いんだ。バックトゥーバック、テトリスやスピン、ティースピンなどを行った後ラインを消さずに、ラインを消さずに押せないテトリスピンなどかだとレオン消さずに、レオン消さずに、テトリス今積んでる最中。またテトリスやティースピンなどを行うとバックトゥーバックというテクニック、うん、ティースなどを行ってラインを消さずに、あ、2連とかにするってことか。バックトゥーバック、難しいね。さらにバックトゥーバックのテク、バックトゥーバックのテトリスを行ってバックトゥークリアすることで、でもっといっぱい得点ボーナスをもらうことができる。ういバックトゥーバック、これがバックトゥーバックのテトリスを行ってのバックとクリア、難しいと思うけど挑戦してみてね。これでスコアアップの方法と対戦時に有利な方法の研究終わった。ちょできるかは分かんないけど、もんできた。じゃあもう一回、もう一回、さっきさコンピューター2列開けてたから開けてみる。いやむずいな2列開けるの。あー間違えた間違えた、もうさっきからさ間違えて上を押しちゃった。どうやってね、できなくない、なんだっけ、ティースピンみたいなやつ。ちょっと待って、ちょやり直すわもう一回。ティースピンができなかった。どうやってすんの、タイミングがあるの？え、めっちゃ難しいんだけど。ああ、やばい。もう一回上押しちゃうとさ、ずっと間違えて上押しちゃうわ。むずすぎる。押せないんだけど、
できないできない、なんかさっきのスピンみたいなやつもう、全然端っこ2列空いてないしどうやってするのこれスピン学んだはずなのにさっきと同じことやってる、ずっとどうやってするわけ、むずい。やばい、終わった負けた。どうやってすんのスピン何か回してもさ、ずっとその下に行かずに上で回ってるんだけどえ、めっちゃ難しいずっとさ上に行かずにさ下で回ってた下に落とす技じゃん、あれディスピンって、ディスピンとかってに上で回ってたな、なんでうまくいかないんだろうね。あやばい、間違えた、いかなかった、エルスピン、L の空間があるん J かなこれ、どっちかわかんない難しい、難しいなこのゲームシリーズ開けようと思ったんだけどさ、なんかもう埋まっちゃったホールド使えてないし、全然ホールドなんか使うタイミングが難しい、わかんないタイミングが、これでうんいいじゃん、あ来た4つ、いい感じ、ここでいこう、1列のやつ来た、もう L スピンとかのやつ怖くてできないんだけどできないんだけど、これ消せないから怖くてできない、強い。え、下行って。うわー、無理。Lスピンを今試みたんだけど、無理。どうやってするわけ？ずっと普通に回転してるだけだった。私はあのLスピンのつもりだったんだけど、普通に。回転して終わった、入んなかった、あ、一緒、入んないか、ここ、あー間違えた、あ、え、あ、そっか、そこ空間あんのか、空間ないかと思ってた、やばい負けた、さっき一人勝ったのに
たのにな、ちゃんと応用のやつも。今のところ役に立ってないまだ。スピンより消すこと考えてるよ、それは消すこと考えてるけど、スピンが必要な場面も出てくるじゃん。できないのよスピンが。スピン難しい。むずい。明日は2人、あ、1日1人ずつ増えていくみたいな。怖いんだよな。あー危ない、間違いとかやった。危ない、ギリセーフ。これか、むずい。ところどころ穴が開いてる。あ、テトリス、テトリス。あー穴いちゃうけどもいいか。テトリスはできた。うん、え、通せた。通せたよ。一人だけ一人だけだけど、ここで あ、ここ行っちゃった、間違えた間違えた、ここ行ったらダメなんだった。うん、あ、でもまだ大丈夫だ。危ない。あー、この Z とかのやつめっちゃ苦手。めっちゃ苦手。おい、あ、やばい。やばい。やばい。負ける。負けたー。負けたー。無理だー、勝てない。なんかさ、翌日つくと無理、できない。もう一回ね、今日はちょっと、今日と昨日と今日はぷよぷよの、ぷよぷよじゃない、テトリスの日、テトリスいっぱいする日。美味しかったんだけどな、さっき途中間違えなければ。ぷよぷよは間違えてもなんとかなるけど、テトリス無理だ私。なんとかならない。強いな、待って、やばい、めっちゃ強い。クマ、やばいやばい、強いな。ちょっとやばいやばい、強いって、強いって。え、どうしようどうしよう、強すぎる。え、なんか勝てた、よかった。
なんかあれになっちゃったな、開けるのが左側になって、まあいっか、開いてるから列が。変な置き方しちゃった。うん、テトリス。テトリスできた。やばい、やばい、あ、待って、やばい、やっちゃった。まださ、左側に置けたら勝てる可能性あったのに、左側潰しちゃった。え、でも一人抜きはできるようになったね、一人抜きは。むずい、むずい、もう一回。熱いな、23度ある。手が熱い。暖房切ろっかな。寒くなるかな。ないか。切っちゃえ。暖房切った。部屋が熱くて。あとお水飲みたい。水飲んできた。あとお菓子持ってきた。これ食べてた。グミチョコレート。これ食ってた。美味しい。休憩。美味しいんだよこれ。なんかぶどう味のグミがホワイトチョコヨーグルト味。ヨーグルト味なんだ。ヨーグルト味のチョコレートでコーティングされてるやつ。あれもあるじゃない、無印の。うん、グミチョコレート。私の好きなやつ。120円ぐらい。おいしい。これもう一個ある、もう一袋。よし、再開するか。配信でするまでにもうちょっと待たないと。つまんなすぎるでしょ、ずっとさ、あの一人目とかでやられてんの。つまんなすぎるから練習する。永遠に一人目でできても、できても一人抜き。弱すぎるから練習しよう。うん、あー、ちょうどいい形が来ない。
間違えた。まあいいか。L なんだっけあれ回すやつ、あれしようと思ったらちょっと下手くそだった。ちょっと T スピンできた。自分が一番驚いてる。え T スピン嬉しい。 T スピンできただけでめっちゃ嬉しいんだけど。えやっと。むずくない？これでもこれがずっとできるようになったらめっちゃ強いんだろうね。そりゃそうか。やばい、ちょっと数が消したい。やばい。あーこれはまんないわ、ここ。置こうと思った瞬間にお邪魔ぷよみたいなお邪魔ブロックか下から来たタイミング。ディスピンはできたよ。うれ楽しい、嬉しい。ティースピンできるのめっちゃ嬉しい。楽しいわ。ティースピン嬉しいね、できたら。うん、普通に負けたんだけどさ。ちょっと強そう。できるかな、ここ。あーできなかった失敗した。ティースピン、まあそういう時もあるよね。時もあるよね。あー置けないやつだこれ。こっちか、こっちか。このこっちのタイプだ。 Z か S か分かんないけど逆だ。やばい、テトリスしないと。強い相手がめっちゃ。あ、私変な詰め方しちゃってるわこれ。テトリスできないか。あー危ない。あーやばい、塞がっちゃった。一列開けてるところに置こうと思ったらそこが塞がっちゃった0人。でもティースピンができるようになったのが嬉しい。あ、なんかミスったな、置き方初っ端からミスった。うん、テトリス、テトリス一連。でもテトリスできてもあんま少ないんだよね、相手に落ちるお邪魔ぷよ。ちょっとしか落ちない。これでか。よいしょ。
別のやつ欲しいな。どうしよう、ここでいいか。いやこれで、でこいて、あ、間違えた、間違えた、向き変えようと思ったら間違えて上ボタン、上を押してた、十字キーの意味わかんないミスしちゃった間違えた。あ、でも大丈夫、まだまだ大丈夫。やばいちょっとやばい一列早く来てくれないかな。あ、置けなくなっちゃった。一人目テトリスむずい、弱すぎてやばい。面白い、逆に面白い、弱すぎて自分が激弱。あ、どうしようか、ちょっといこう。あ、上押しちゃダメだ、もうずっと間違える、上上楽だから押しちゃうんだよね。強いな敵が。あ、ちょうどいいやつ来た、Lめっちゃいい感じにできてる。いい。いいけど相手がやばい。強すぎ。あ、テトリス。テトリスでなかったことにできた相手のやつ。結果かこれ。あ、いいやこれで。危ない、強いんだってもう強いんだって相手相手強いんだって。なんで、もうかもうか、もう早く早くやりたいから上使うこれ絶対アップミスるパターン、分かってる、分かってるんだけど早く詰めたら。ちょっといい音むずい。あ、逆か、え、これでか、で、これでしょ、どこで回すんだ、できない、 L スピン、タイミングが分かんないんだけど、ちょっと L スピンの回すタイミングはもう一応変わんない。テトリス、テトリスできてもさ、あの一連できないからな、あんまり。むずい。あ、逆か。むずい。いや、これで。あ、危ない。
りした。お、いや、よかった、いいタイミングでイシリスのやつ来てくれた。危なかった、やばい、あ、やばい、終わった、終わった、勝てない、もう無理だ、今日は無理だ、よしお時間ないし、やめよう、無理だ、今日もボコボコだった。でも一人抜きはできるようになったよ、何回かしかしてないから。どうやったらスピンできるの、ちょっと全部食べよう、安い、むずすぎ。めちゃくちゃ難しい。ぷよぷよは割と得意なんだけど。水。テトリスめっちゃ難しい。ちょっとだけやろうかな、あの練習マジでむずい、あ、そう、お水、お水じゃない、水と、難しい、あ、55分ありがとう。で、部屋めっちゃあったかいんだけど、23度ある、23度でこんなモコモコなさパジャマ着てたら暑い。じゃあランキング見ます。13位から見ます。13位、筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位、幻さん、ありがとうございます。11位、ヒンメルさん、ありがとうございます。10位、香港のあるマットマーク強化医さん、ありがとうございます。9位、急夏アットマーク今日も明日も明後日も強化おいしいさん、ありがとうございます。8位、ゆうじアットマーク強化で今日ずっと心から愛してるさん、ありがとうございます。7位、アスカアナナン、え、これローマ字わかんない、 なんて読むのこれ、いや、だって7位、あ、読み方わかんない、ん、なんていうのかわかんないや、インドネシアの方か、ちょい読み方じゃない、読み方がわかんない、わかんない、アスカさんで合ってんのかな、あ、なんだ、読み方わかんないな、後ろはアスカさん、7位、アスカさん、ありがとうございます。違ったらごめんなさい、教えてください。と、6位、ティンさん、ありがとうございます。次、5位、ニャンホソさん、ありがとうございます。4位、ラモーナさん、ありがとうございます。3位、カザットマーク許可タムズさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が風富人さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。
明日の配信は明日2回できたら2回やろうかな、夕方と夜ぐらいで、夜このぐらいの時間で、夕方そうね、夕方何時ぐらいですか、6時とか、2回できたら2回やろうかな。そう、この後テトリス練習する。え、もう下手くそすぎてびっくりした昨日。てか分かんない、私が下手くそすぎるのか テトリスが結構難しいのか、テトリスが難しいと思いたいんだけどテトリスが難しいと思いたいけど、私が下手なのかもしれない、めちゃ分かんないけど練習する。予定とせっかく買ったから、いや、ぷよぷよだけもいいけど、テトリスもできるからさ、両方したいじゃん。確かにね、伸びしろがあるってことで練習する。めっちゃ難しいし、明日朝はしないです、寝てます無理、寝ます、朝寝てる夕方と夜かなそうですね。でまた今度ぷよてと YouTube でしたいなと思ってるから、多分やると思う、その時までに練習するね今下手くそすぎてやばいから、そろそろ切れちゃうかな。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。またね、おやすみなさい、また明日、バイバーイ、またね、おやすみー。